町村合併で長井市が誕生する1954昭和29年以前の長井町には双葉町という名の区域があったその名は大相撲で69連勝を遂げた横綱双葉山に由来するという1942年9月10日の長井巡業にまつわる相和が伝わる戦前のこの巡業は 企業誘致で東芝長井工場の建設が決まり敷地の地鎮祭で看板力士に四股を踏んでもらう企画も兼ねた興行だった大横綱による地固めという創挙を記念して工場敷地から市街地までの道路は双葉通りと命名され沿道一帯は双葉町とされた最上川に架か,かり 白鷹町の荒戸鮎会両地区間を結ぶ主要地方道長井白鷹線白鷹大橋の開通式が先頃現地で行われ町出身の大相撲十両白鷹山席が地固めの四向を踏んだ大井町は凛々しく朱色の化粧まわしには白鷹が羽ばたく。 大地を踏みししめる姿が頼もしい長石神新町の皇太神社社務所には42年の巡業時に訪れた力士の名を記した板番付が残り当時の模様を物語る開通式でふるさとゆかりの山の名を持つ郷土出身関取は血を鎮める大役を果たしたその姿は 最上川の雄大な流れと一新された橋とともに記憶に刻まれるであろう。